じゃあ増田さん、記憶の森へ。はい、まあ、これはやっぱり記憶、うんうんうん、でヨーロッパで言ったら記憶術が有名ですよね、うん、でそれは東洋版だったらどうだろうと思ったら、まあ、道教の気脈パターン、もうちょっとひねろうということで、うん、気脈パターンらしいんだけども、うん、人の顔に見える、はい、まあ、一応イメージとしては、はい、レオナルド・ダ・ヴィンチか、はい、ピタゴラスみたいな、はい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 、なんとなくそんな風に見えるような、あ、うん、ドンピシャでこう似顔絵じゃなくて、うん、なんとなくそう見えるけどつながっててこう金脈みたいになってるみたいな。じゃあ東京とレオナルド・ダ・ヴィンチと横顔みたいに見える、うん、この感じを合わせたってことですね。そうです、うん、これは、まあ、やっぱり歴史、うんうんうん、歴史はヒストリーだけど、まあ、ハイストーリーって、ハイストーリーね、はいはい、ヒストリー、ヒストリーはハイストーリーとも読める、読める、入れたら読めるわけですね、はい、だからそのハイをにポイントを置いたんですね、うんうんうん、でハイをなんか暗号とかなんかでないかって探すわけですよ。それで江戸川乱歩の黄金中に出てきた暗号の HI に、はい、でそれが数字の46なんですよ。うん、それでこれが46ですよね。46になってますね。うん、斜めに見るとね、うん、確かにそうだ。そのだんだんこう連想ゲームみたいなんだけど発展してたんですね。うん、はあ、面白い。この背後にはこう歴史が潜んでるってことね。はいはいはい、黄金柱も潜んでたってことですね。うん、これも顔みたいです。レイドバードウィスルっていう人の、うんうんうん、作ったカイネジクスっていう表情言語っていうか。いろいろな表情を記号化したらってなんかそういうリストがあるんですよね。うんうんうん、それでなんか難しい本だから目を白黒させて口笛を吹くキューってこう、まあそんなイメージで使ったんですよ。実際のカイネジクスよりもちょっとアレンジしてますけど、ね、可愛くなってて、うん、矢印がちょっと入ってるみたいになってて、あ、もう目がパチクリしてる感じになってる。そうです、もう難しすぎて。わかります。でもこう面白そうだから、はい、口笛吹くみたいな。口笛吹く。はあ、結構顔に寄ってるのはいろいろあったんですね、やっぱりね。まあ、これはで、ね、うん、脳はも脳も一つのメディアじゃないですか、はいはい、で情報処理をどうするかっていうで、やっぱり脳のすごさってのは冗長度というか、うん、冗長度をしっかりこうなんかの形にしないと気が済まないわけですよね、うんうん、脳の特性として ね、はい、だそれをなんかこう形にしたいなと思って、はいはい、それ できるだけこう、うんうん、すごくだちょっとその辺だとまだ分からない、ものすごい離れないと何の絵か分からない、分かりますよね、うん、離れるとね、アインシュタインだっていうギリギリでね、舌を出した、はいはいはい、有名な写真をベースにしてるんですよね。うんうんうん、これはね、ここ作ってくださった探偵者さんが一番泣いてました。難しいって言ってドットがね、そうそうそう、まあ、この辺に置いて向こうから見ないと分かる、そうそうした方が分かるかもしれない。これもまあお題いただいた時に最初からもう、うん、もうこれしかないなと思ったんですけど、だからある意味あんまり面白くはないんだけど、象形文字の日、うんうん、日か、うん、日本の日、あ、うん、日こういうことね、はい、中に入ってるのはこう、うんうんうん、中が詰まってますよって意味なんですね、これは。ああ、瞳と瞳のこの、うん、ここに星あるじゃないですか、はいはいはい、意味合いと同じで中が詰まってますよ、ここ空洞じゃないですよっていう、なんか詰まってますっていう象徴ですね。うん、はい、まあ、次とかもそんな象形文字はそんな感じなんですね。確かに。日本ってきたらもうこれしかないなと思ってたんですよ。ああ、うん、これは最初からもう丸ついてましたもんね。うん、最初ね、松岡さんのチェックの時もね。だから象形文字はまあ四角だったりとかするわけじゃないですか。うん、でもまあ日本だから丸、うん、丸にしようと、うん。丸にしようと。まあこれは、うん、見た目でももう男と女って感じがするじゃないですか。はいはい。もともとは錬金術の、うん、錬金術記号の男性記号、女性記号なんですね。錬金術記号の男性記号、女性記号ったら生殖記号なんですね。はい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 、はい、だからこう男性器、女性器っていうイメージなんですよ。なるほどなるほどなるほど。ルロアグーランですよね、うん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 、そこからもう記号の意味合いとしては来てる、来てる、うん、これも結構好きなやつで、うん、こうアスキーコードの二進法、あ、表示するやつで、全部アルファベットも全部それ当てはまるようになってるんですけど、そうなんだ。でその中のビックリマーク、
まあ、このように表現する。あ、このようにというか、この今3列になってますけど、本当は1列で、実は1列、1列でこう表現するんですけどね。薬物の中で、ね、唯一あのびっくりマークと縦のマークが感情表現ですよね。はい、あ、そうですね、驚き。や、うん、薬物の中で、ね、他はみんなそうじゃない。確かに点とか丸とかそういうのばっかりですから、結構重要な。それも昔にかなり前にできてるわけじゃないですか。そうか、今はね、あの絵文字とかね、いろいろあるから感情表現豊富なんですけど、昔はそのくらいしかないわけですよ、びっくりマークとか。なるほどね、うん、まあ、じゃあびっくりマークいいなって、でイメージがいっぱいにつながるかみたいな。つながりますよね、うん、これもちょっと不思議ですよね、うん、でベースはあのジョン・ウィリキンズっていう人の普遍言語って、まあ、ユニバーサルランゲージ、まあ、17世紀にこう作ったんですけど、その頃はそういうのがあの流行だったんですね。それからのそれはあのこう文字の意味じゃなくて、これは動詞だとか形容詞だとかっていうための言語なんですね。だからそれがあのそのまま暗号にもいくような、暗号と一歩違えば暗号になっちゃうみたいな、はいはいはい、そういう感じではあったんですけど、うん、その普遍言語の中のこう、うん、パワーっていう意味、あ、そうそうそう、パワーパワーパワー、うん、そうそうそう、でそれをこうちょっとアレンジしたんです。あ、そうか、うん、やっぱパワフルに仕事も暮らしもいかにこう幅を持ってやれるかっていうのはこの根底のテーマだったから、そこもまたリンクしましたね。そうか、個性で勝負する。これはあのバレエの起伏で、ね、ラバノーテーションっていうのがあって、うん、それでこう歩く、うんうんうん、まずあのマイケル・ジャクソンのムーンウォークを表現したいと思ったんですよ、うんうん、まあ、個性的ってことで、うんうんうん、でそれじゃあラバノーテーション の、その 歩く記号でやろうって、うん、実際最初のやつはもっと複雑でしたよね、うん、複雑でした、うん、でそれをこう やってうちにあの漫画バカボン、うん、バカボンとか、ね、あの歩く時の歩いてる感じが出るあの、うん、まあ、記号っていうのかな、ね、あれですよね、うん、あれに似てきたから、うん、いい方向に来たなと思ったんです。で多分あのこれ一つやるのは松岡さんのそうそうそう、逆にした方がいいよって言って ね、はい、本は内容以上に見るものだっていうのをこう強調してる感じするじゃないですか。だからまあ時間をたっぷりとって何回も来るのがいいのかなってやっぱり思いますね。見るものね、確かに、うん、感じたり見たりするのがまず先でいいんじゃないかっていう気はしてますね。だからもうあの読むのはもうずっとさ後の話でいいと思うんですよ。こういう本があったらこういうデザインでなってるっていうのは、うんうんうん、あの普通じゃない古本も入ってるので、入ってます、普通の書店じゃなかなか見られない本もいっぱいあるじゃないですか。だからそれはねすごくね楽しいところだと思いますよね。じゃ何回も来ていただくっていうことで、うん、時間をたっぷりとって、時間をたっぷりとってね、うん、ちょっと遠い、ね、どうせなら1日いるようにしてね、うん、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。